皆さん、こんにちは。それでは、これから、コミュニティの、セッションを始めたいと思います。今日は、高野直子さんと額賀淳子さんに、日本のコミュニティの歴史、そして最近のコミュニティの動向についてご紹介いただいた後、我々3人で、ワードプレスのコミュニティについて、ちょっと雑談をしていきます。それでは、高野さん、最初のセッションをお願いします。はい。よろしくお願いします。それでは、スライドを始めます。今日はですね、日本のワードプレスのコミュニティの、歴史というかですね、これまでということで結構長い歴史を、ぎゅっとまとめて、お話したいと思います。まず、どのように日本のコミュニティが始まったかという話なんですけれども、始まりは2003年ですね。ワードプレスがそもそも始まったのが2003年なんですけれども、その頃からもう日本語で、ブログを作っているユーザーなどがいまして、そういったユーザーがもうその頃っていうのは、ソーシャルメディアとかツイッターもないですし、Facebook もないですし、つながりがあるっていうのが、メーリングリストとか IRC とかそういう世界だったんですけれども、ワードプレスはサイトを作るツールなんで、みんなユーザーっていうのはサイトというかブログを持ってたりしたので、お互いを見つけたりしつつ、ワードプレスの、お疲れさんというユーザーがいらっしゃいまして、その方が日本語版を、自分で作って公開しているサイトがあったんですね。で、そこにこうみんなが集まり始めて、フォーラムができたり、そういった感じで、だんだんとユーザーが集結したっていうのが、一番最初の、ワードプレスコミュニティといえるものが日本で始まった頃なのかなと思います。はい、2003年ですね、皆さん、何をしていたか、皆さん、生まれていますかみたいな、学生さんだった人とかも言うと思うんですけども、はい。グリーンがソーシャルネットワークサイトだった頃とか言っても、若い方 何それって感じかもしれないですが、ミクシーとかで、この、ワードプレスの右側のですね、スクリーンショット、これ最近のなんですけど、ミクシーのワードプレスの、グループがあったりとか、そんな感じでこういろんな形のないコミュニティができ始めたって感じですね。はい。そして、その次の年なんですけど、その1月に、このお疲れさんという方が、今のワードプレスのフォーラムはその頃からあったんですけども、英語版のフォーラムに、日本語版というか、多言語版を作ったので、これをコアの方に採用してほしいっていうのをちょっと突撃と、その頃私と言ってたんですけども、突撃をしまして、そして、その頃から、ワードプレスを作っている、共同創始者のマットが、プログラマーと他のプログラマーと相談して、それを取り込もうということで、それが最初のワードプレスの多言語化の始まりだったりとか、ワードプレスの日本のコミュニティは最初の方からこうやって活発に、いろんな、コードを書く人もいましたし、コミュニティでフォーラムを答える人もいましたし、結構面白い活動というか、やってたのかなと思いますが、その頃は、イベントとかいうよりも、そんな感じで、ちょっとオンラインでみんな、使い方を模索する人たちの集まりみたいな感じが 強かったかなと思います。はい。そして2007年にですね、非公式のそのお疲れさんという方が作っていたサイトが、なくなってしまったんですけども、その後に jwordpress.org という今も使われているサイトが立ち上がりまして、ドキュメンテーションも、フォーラム、そっちはちょっとも、もうちょっと前からあったかもしれないんですけども、こちらも今は、ちょっとリタイアという形になったコデックスというサイトに、Wiki に移行したりなんかしまして、この頃もまだユーザーがこう使い方を、お互い共有したりとか、そういった色が強かったかなと思います。なんですけども、2003年から、2007年、8年までも、オフ会とか行って、その頃ちょっとインターネット黎明期みたいになっちゃうんですけど、実際に対面で会ってみようよみたいな感じで、いろんなとこって倉敷とか、東京とかもあったと思うんですけど、大阪とかで、本当に10人前後とかですかね、ブログで知り合った仲間が、ちょっと対面で会ったりとか、いきなりしたりもしてまして、その頃はちょっとフォーラムに書き込んでやりますよとか言って、で、それで会うみたいな感じで、よくやってたなという感じです。はい。こんな感じで、いいですか？進めて。はい。いいですか？はい。で、そして、皆さんも、今聞いたことがあるかもしれませんが、ワールキャンプというものが初めて開催されたのが2008年でした。
この写真をちょっと引っ張り出してきて面白いなと思ったのが、ガラケーの、皆さんガラケーで写真撮ってくれたりとか、これも多分普通にカメラとかで、デジカメとかで撮ったのかなと思うんですけど、まだ iPhone とか Android のない時代ですが、こうやって、これは東京のですね、デジタルハリウッドさんが場所を貸してくれまして、確か80人ぐらいの、参加者で、まあ10人から20人ぐらいの運営で、まあ100人前後が、まあ初めて、集まってイベントやるぞという感じで、ワールドキャンプ東京というのが開催されました。で、その懇親会でですね、今の、まあ、勉強会の前身となるワールドベンチというものを、三好さんという方、コンタクトフォームセブンの作者の三好さんという方が立ち上げられまして、この2008年ですね、ワールドキャンプ東京が始めて行われた年から、2018年の10年間までは、こういったワールドベンチという勉強会のコミュニティが各地にたくさんありました。で、その後どうなったかは、この後、中川さんがミートアップについてということで話していただけると思うんですけれども、バディープレスというですね、ワードプレスを、まあ、ソーシャルネットワークにするプラグインみたいなのがあるんですけども、今ももちろんあるんですけども、これをちょっと使ったサイトで、wordbench.org っていうのが、ありまして、まあ、これがあったおかげで、まあ、日本の各地にみんなが勉強会やってみようという感じで、たくさん生まれたのかなと思います。で、それをベースにですね、まあ、他の各地でもワールドキャンプが行われたんですけども、2009年には、先ほどもちょっと触れた、共同創始者のマット・マレーノ・エグシが、東京とか大阪ですね、はい、関西に遊びに来たりとか、その後もですね、これはもういろんな、すべてを 載せられないぐらいたくさんの、地域で、2010年から2019年までですね、いろんなオフラインの、ワードキャンプが本当にいろんな都市で行われました。まあ、こうやって並べてみると結構同じところで何回もやってるところが多かったりとかして、数で言うと、都市の数で言うとそんなにないんですけども、まあもちろん近隣の都市の方も、集まってくださったりとか、いう感じで、まあ、南は福岡、北は新潟、そしてこちらにいらっしゃる、中川さんの、住んでいる小木島とか、寅さんは東京の、イベントをされたりとか、そんな感じで、各地がいろんな特色のあるイベントをずっと10年くらいですね、行ったりしていました。その間に、2011年にワプーが誕生しまして、これは現在ではもうなんかグローバルな キャラクターになってしまったというか、遠くへ行ってしまったワプーですが、最初は、金内和子さんという、他のオープンソースのキャラクターデザインをされてた方にちょっと声をかけて、お願いして作っていただいたキャラクターで、投票で名前を決定しました。で、これが、2011年に、公開されたり、まあ、あとは2014年国内初のコントリビューターデーということで、まあ、こちらの額賀さんが実行委員長を務めたワールドキャンプ関西で、初めて、みんなでコントリビュートというと、ワードプレスの例えば、まあ、プラグインとかを作って公開したり、コアの翻訳をしたり、そういった、何か貢献の、ことをやってみようっていう、一緒にやってみようっていう会が初めて行われたんですね。これはなんかこのきっかけをちょっと思い起こしてみると、確かワールドキャンプ東京の ゲストに来てくださった、サラ・ロストさんっていう人がいたんですけども、彼女になんかワードプレスを日本でたくさんイベントでやってるけど、コントリビューターデーはやってないのとか、なんでやんないのとか言って、それで、ちょっと、確かになんか、すいません、いいかもしれないみたいな感じで、大事だよねということで、そういったこともあって始まったのもあるんですけども、まあ、これも海外ではされていることだったんですけども、日本では初めて2014年から行われています。その後ですね、まあ、もちろん皆さんご存知の通り、新型コロナウイルスの、影響を受けて、対面イベントというのができなくなってしまった2020年と21年ですけれども、ワードキャンプ小木島オンラインというのが日本初の、オンラインワードキャンプですね。そして、ワードキャンプジャパン、またここでも主催のお二人が、主催というか、運営と主催ですかね、のお二人がいらっしゃるんですけれども、そういったオンラインのイベントに移行したりといった、年でもありました。で、それを経て、まあ、現在ですけれども、まあ、ワードプレスのコミュニティはじゃあどこにあるのか。まあ、もちろんイベントだけではないですし、フォーラム、
スラック、ミートアップ、チーム P2 って書いてるんですけども、まあ、私の感じる今のコミュニティの、どこにあるのかっていうと、まあ、いろんなところにみんな散らばっていますし、もちろん、はい、これこの後勉強会の話も中川さんからありますけれども、まあ、いろんなところで活動している方はたくさんいますし、最初のように使い方を模索したりとか共有したりとか、ご自分のブログでされている方もいらっしゃいますし、まあ、常にそういったコミュニティっていうのが別にイベントがないから消えてなくなるということはないのかなと思います。フォーラムの、このリプライというところで右上の方に書いてあるんですけども、これちょっと他のイベントの、スライドをちょっと借りてきてるんですけども、日本語のフォーラムは世界でも特に活発な方で、ロシア語の次に、この1年間にですね、かなり、まあ、この1年間にプラス1800ですかね、なんですけども、まあ、累計で、これまでたくさんのユーザーの方が投稿したり、質問を答えたりとかしているということですね。なので、まあ、それもコミュニティですし、例えばスラックで、翻訳の向こう会をしていらっしゃる立花さんもいらっしゃいますし、もちろん、こういったチームの P2 でプロジェクトを立ち上げて、ここはコントリビューターハンドブックを作ろうと言ってくださっている浜野さんもいらっしゃいますし、こんな感じで、いつでも自分たちでやりたいことがあったらできるコミュニティではあるのかなと思います。なので、まあ、コミュニティに参加する方法はたくさんありますので、自分が、まあ、一番楽しいと思えることとか、自分のためになるスキルを身につける方法っていうのを、何か選んで、ワードプレスをみんなで一緒に盛り上げようっていう形で、行くのが、まあ、ワードプレスにももちろんいいですし、自分のためにもなりますし、そんな最初の、頃から変わってないこともたくさんあるのかなと思いますので、ぜひ、この、wordpress.org の日本語版のサイトに get involved というページがあるんですけども、上のメニューからもアクセスできるんですけども、こちらに先ほど言いましたワードスラックの参加方法なんかも書いてありますので、そういった感じでワードプレスを一緒に盛り上げていきたいなという方は、ぜひこのページを読んでみてください。はい、こんな感じでスライドは以上になります。ありがとうございます。ありがとうございなかます。なか、いろんな写真とかを見て、懐かしいものもあれば、こういう歩みもあったんだなっていうのもあって、今、見返してみると、なかなか面白いものがあるなって思いました。でも、リプライの数が世界で2位ですか？もうすごいですね、あれ。なんか。そうですね、累計で見て、なんか結構やっぱりフォーラムで活発にオープンなフォーラムで、公式フォーラムで聞いてくださる方もいらっしゃって、もちろんボランティアの方がたくさん答えてくださる方いらっしゃるので、結構それは大きいのかなと思っています。はい。ありがとうございます。では、続いて、ぬかがさんから、現在、昨今のですね、日本のコミュニティの動向等についてご紹介いただけたらなと思います。はい、よろしくお願いします。まあ、軽い感じでざっくりしろ、最近のワードプレスコミュニティということでお話しさせていただきたいと思います。で、なおさんのお話をちょっと引き継ぐ感じになるんですけども、まあ、ユーザーコミュニティとして、ワードプレスの、公式のものとしては、ワードプレスミートアップっていうのがあります。で、これは日本ではもともとはワードベンチだったところが多いと思います。で、ワードベンチが2018年に解散することになって、ワードベンチっていう名前を使わなくなった時に、グローバルの方でこういったコミュニティの枠組みがあったので、そこに移行したっていう人が多いです。あと、なんかこれを機に新しく開設されたりとか、2018年以降もワードプレスミートアップやってみようっていうことで、新しく開設されたりとかいう地域もあります。で、ワードプレスミートアップってどういうものっていうと、イベントをまあ定期的に、で、地域ごとに開運営されるグループで、割となんかこう、コロナ前のワードプレスコミュニティっていうのは、なんか地域っていうのをすごい大事にしてるのかなと思っていて、ワードキャンプもその地域でっていうことで、このワードプレスミートアップ
を、まあ、運営していく中で、じゃあちょっと大きいイベントしようか、みたいになって、ワードキャンプをするとか、そういったなんか下敷きにもなってるコミュニティグループかなと思います。で、日本では最小範囲っていうのは都道府県ごとになっています。何々市とかではなくって、都道府県ごとで、でも、もうちょっと大きくてもいいので、ミートアップで関西っていう区切りでされてるところとかもあります。で、ミートアップ、どうしたらミートアップなのっていうと、こう、2名以上が集まり、ワードプレスの体験をシェアする場所であれば、人数や形式に決まりはありませんっていうところで、もちろん、ライセンスについての守りましょうとかっていう、最低限のルールはあるんですけど、なんかたくさん集めないといけないとかではなくって、まあ、2名以上集まって、気兼ねなく、コミュニケーションを取るっていうのがワードプレスミートアップになります。で、meetup.com をプラットフォームにしています。日本では今全国で25のチャプターがあります。北は札幌から南は鹿児島まで 割とすごい広い範囲だなと思っています。で、ちょっとここにあるのは WP ズームアップの第83回で勉強会マップを作ろうということで全国のワードプレスミートアップを集めたりしたんですけど、まあ、コロナになって、オンラインで活動をしているところも結構あったりします。で、オンラインになったことによって、こういきなり、例えば私は今、小木島に住んでるんですけど、こう東北の方のミートアップに行くとか、難しい のが、オンラインだったら、まあ、どこにでも行けるので、割と垣根なく、いろんなミートアップに参加できるのかなと思っています。ただ、まあ、なんか運営の方は、ちょっと悩みもあって、多分なんか今まではその場所でやったら、こう、題材の被りとかは他の地域と気にしなくてよかったと思うんですけど、やっぱりなんかオンラインでやるってなるとそういうことが気になったりとか、地域の特色、自分たちにやってることっていうのは何なんだろうとか考えたりとかって、いろいろ悩むところとかもあったりはするのかなと思ったりします。で、まあ今日メガミートアップ、で、ギャザーでいろんな方とお話できると思うんですけど、そういった中でもそういうお話とかもできるといいかなと思ってます。で、ミートアップの他には、これはまあこういう取り組みがありましたっていう紹介になるんですけど、Do Action というものが2020年にありました。で、Do Action どんなものかっていうと、ハッカソンなんですね。チャリティーハッカソンで、ワードプレスを使って、地域を盛り上げるため、非営利団体の、ウェブサイトを作ろうというハッカソンでした。これは、準備期間は多分そんなに長く取っていなかったんですけど、グループごとに分かれて、じゃあこのグループの人たちは、この非営利団体のワードプレスのサイトを作りましょうっていうのを2日間で作り上げる ということをしました。で、まあ、2021年、2022年に Do Action の開催はないんですけど、こういうふうにワードプレスを使って地域社会と関わっていくっていう考え方とか動きっていうのは、Do Action っていう形じゃなくっても、なんか続いているのかなと思っています。で、最近の動きとして、まあ、コミュニティドリブンイベントっていう名付け方を戸田さんがしてくださったんですけど、カテゴリーとして、こう、ミートアップっていう形ではない、こう、で、ワードキャンプでもないコミュニティイベントだったり、勉強会だったりっていうのがいくつか生まれています。で、一つが WP ズームアップ。これは、ワードキャンプ小木島の2018年が終わった後なので、今3年目とかですかね。で、まだコロナが始まる前にオンラインイベントが、そんなになかった頃にオンラインイベントをしようっていうので始まったものです。で、もう一つが、ウーイーシーフェスですね。ウーイーシーフェスは、ウーコマースというワードプレスの
プラグインがありまして、それをメインに持ってコミュニティを作ってみんなでお話をしようというものでした。で、カスタムブロック道場。こちらはこれカスタムブロックを作るっていうことをみんなで勉強している勉強会になります。浜野さんが主催されてるかな。で、デザインから考えるワードプレスっていうのはこちらは、ワードプレスって割とユーザー目線か開発者目線かみたいなところがあるんですけど、あのデザイン側から考えて、ワードプレスでどういうふうにサイトを構築するのがベストなのかっていうことを Figma とかを使いながらみんなで勉強している勉強会です。で、こちら大体、コンパスで募集をして、オンラインでイベントを開催しています。で、プロダクトドリブンイベント。もしくはプロダクトドリブンコミュニティっていうことで、シフター、ライトニング、スノーモンキー、ルイジーニエン、ニシキとあります。もしかするとこれは私たちが知らないものでもっともっとありそうな気もするんですけども、今わかるところでこういったものを挙げさせていただきました。で、これはすごく特徴的だと思ってまして、あんまり昔はっていうとあれなんですけど、やっぱりなんか日本人のテーマ作者さんとかがいなかったりとか、少なかったりとかいう中で、そこでコミュニティができるっていう形とかってあんまりなかったように思うんですね。プロダクト、日本からのプロダクトを、日本人がとか、グローバルがっていう中でどういうふうに広げていくのかっていう。ここが、最近はすごく活発になっていて、どちらかというと、こう自分たちのプロダクトを進めたいっていうだけではなくって、そのプロダクトを中心としてワードプレスのことを初心者さんと勉強していこうみたいな動きがすごい活発だなと思っています。で、皆さんの中でワードプレスミートアップ始めたいときはっていうふうにさせていただきました。一番なんか枠組みがあって、始めやすいものなように思っています。で、順番ここで書いたんですけど、wordpress.org のサイトのアカウントがまず必要になります。なので、持っていない人はそのアカウントを取ってください。で、そして、ミートアップオーガナイザーアプリケーション、これから申請をしていただくんですけど、ここがちょっと英語のページになるので、横にこのミートアップオーガナイザー申請手順っていう日本語のページのリンクをつけています。で、そこを見ていただいて、申請の内容自体は英語で書かなくても大丈夫です。日本語で書いていただいても、そしたら、これ日本からの申請だなって言って、日本人が見るので、で、日本語でお返事をするので、そこは安心をしてください。で、その間に、実はちょっと、括弧で、審査があります。で、なぜかっていうと、やっぱりワードプレスミートアップってコミュニティのイベントなので、自分の何かを宣伝したい人とか、何かこう、ワードプレスミートアップっていう中でみんなとコミュニティを作りたいんじゃなくて、利用したい人とか、あと、ライセンスですね。ライセンスで違反してない人とか、大丈夫かなっていう審査があります。で、もしかすると、もうちょっと、この情報を教えてくださいとかっていうやり取りが発生するかもしれないんですけど、そこで、その審査の中で大丈夫だったら、オリエンテーションを受けて、ワードプレスミートアップのオーガナイザーになるため、のルールとか、さっきもお話した通り、2人以上だったら大丈夫ですよ、みたいなこととか、あと、ワードプレスミートアップをすることによって、オフラインの場合、イベント会場を借りる時の補助が出たりとかもするので、そういったメリットをお伝えしたりとかもしています。で、その後、meetup.com にミートアップのチャプターを解説します。もし meetup.com ですでに動いているミートアップを改めてワードプレスミートアップとして公式に登録したいですっていう場合は、ここで登録することもできるので、もう持っちゃってるからダメだとかそういうことはないです。
で、実際それでオーガナイザーとなった場合は、自分の仲間のオーガナイザーっていうのはもうご自身でルールとかを説明していただいて、仲間のオーガナイザーを増やしていただけます。で、こちらのことももう少し詳しく聞きたいなとかっていうのがあったら、気軽にスラックで声をかけていただくのでもいいですし、この後のギャザーでお話しすることもできるかと思います。わけで、最近のワードプレスコミュニティのお話をさせていただきました。ありがとうございます。なかなか、公式のイベント、以外のイベントも日本国内ではいっぱいあっそうですね。て、みんなも参加しやすい、公式のイベントの、例えば日程が合わないだとか、自分がこのテーマについて知りたいけど、公式でやってない時にもしかしたらコミュニティのイベントとか、プロダクトを提供している会社さんがやってるイベントとかでやってるかもしれないから。皆さんそれぞれ見てもらって、興味があるものがあったら参加してもらえる。どんどん可能性を広がってるかなと思います。ありがとうございます。いい時代になりましたよね。そうですね。確かに。ありがとうございます。はい。では、ここからは、3人で、ちょっとテーマをいくつか設けているので、そのテーマに、ついて、簡単に雑談みたいな感じでできたらいいなと思います。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いしまあ、ます。なんか、そもそも私、なおさんのお話を聞いて、2003年かって改めて思って、もうすぐはい、ワードプレ20スコミュニ周年ティですも、ね、ね。20歳ですよ。成人ですね。来年なんか大きい、15周年、10周年とかで、なんか結構イベントしてたりしたんですけど、来年ね、それこそ対面イベントとかできるようになったら20周年とかも。できるかもしれないですけど、20年って子供が20大人に年なる、ね。すごい、すごいなと思いました。なんかその、ね、写真とかもそうですけど、ね、なんかワードキャンプとかも、割と大きくやるイメージか、もう、そうです私ね。が何百入った人。時が2011年ぐらいだったんですけど、その時でも、まあ、もう何百人っていう単位だったので、なんか最初80人かと。でもなんか回避してるのかもしれなくて、昔はほら、みんなの興味持つことがバラバラでもう、こう、何百人一緒に集まって、まあ、こう、あってっていうのがあって、今、こう、オンラインになると、逆にほら、こう、ニッチな話題とかそうを、ですね。10人とかでやった方が、こう、ギュッとしてて、勉強にはなるのかもっていうのも、あったりはしますよね。逆に、こう、多様性っていう意味では、大きいイベントの方が、なんか、つまみ食いできて、自分の範囲じゃない他の属性の人に会えたりとかいうのもプラスだったりっていうので、それもこういったメガミートアップとかがある、ある、需要を埋めているかなと思ったりは 思います。ありがとうじゃあ、そのトピックとして、先ほどね、ぬかがさんと高野さんからのお話の中にもいくつかあったんですけど、この新型コロナウイルスの影響で、コミュニティがオンラインでイベントを開催するっていうことに、シフトしなきゃいけなくなったと思うんですね。その中で、お二人から見て、コミュニティって変わりましたか？それとも、変わってないですか？もし変わっている場合は、どう変わったように見えてますか？じゃあ、ぬかがさんから。そうですね。まあなんか変わったところと変わらないところと両方あるなと思っていて、良いように変わったのはやっぱり、まあ私とかも子供とかいるんですけど、やっぱ遠くのイベントってかなり 行くのが大変だったりとかするんですよ。それがまあオンラインになることによって参加しやすくなったりとか、まあいろんなイベントが開催されるようになった中で自分のこう、好きなトピックを選んだりとかができるなっていうところは、こう、変わった、良いように変わったなって思うところですね。変わらないなって思うところで言うと、まあなんか、人の温かさというか なんかウェルカムな感じとか、まあオンラインでもオフラインでも
変わらないなっていうふうに思っています。なおさんはどうですか？私はそうですね、なんか先ほどもお話しした通り、最初会うことが前提じゃなくて、なんかオンラインでわちゃわちゃやってたのが、私にとっては導入だったので、あまりこう、何か変わった、なんですかね、まあもちろん、イベントとかはなくなったんですけども、それ以外のベースみたいなところは変わってないなっていうのがあって、私もともとアメリカに、そもそも日本のコミュニティが立ち上がった頃に住んでたので、全然本当に年に何回かしか人に会えないみたいな、コミュニティの人には会わなかったんですけど、なんで結構耐性があるというか、なんかすごく会わないと違うみたいなのは意外とないんですよ。で、オンラインで会ってたら、ああ、いるなみたいな、みんないるとか、スラックが、今もたまに翻訳黙々会に参加させてもらったりとか、まあ、リクエストがあったら見たりして、なんかこう、同じような人とこう、インタラクションしているので、ここは違和感がないんですけど、なんかやっぱり写真とかを今、改めてこうスライド見返したら、なんかこう、各地のクリエイティビティみたいなのがすごくあったなと思って、よく覚えてるのは、まあ、神戸の丸紅とかもなんかこう、すごい、画面っていうんですかね、カバー画像とかはなんかクリエイティブにしたりとか、あと、なぜか昔よくケーキを作ってたんですけど、ケーキ作ってましたね。そういうなんかリアルなものとかがやっぱ生まれてないですよね、そういう和風のグッズとか、そういうなんかこう、花を添えるっていう感じだったんですけど、それはそれでなんかこう、人気の、まあ、一体感じゃないですけど、なんか楽しみがあったなと思って、そういうのがやっぱりちょっと恋しいというか、やっぱりオンラインだけではできないことっていうのも、ちょっと恋しい感じはします。ね。はい。なるほど。確かに。まあ、対面で会うから話せること、話せることというか、まあ、対面で会うからこそできる会話とか、もあったりとか、オンラインだとどうしてもやっぱり、なんでしょうね。みんながやっぱりいる場で、ワンオンワンでお話をするとかがちょっとしにくいプラットフォームももちろん世の中にはあって、まあ、それ専用のプラットフォームとか、それを可能にしてくれるプラットフォームとかもありますけど、まあ、そういう、なんか、それぞれの強み、それぞれの良さもありながらも、結構、まあ、なんかこれは僕の勝手な感想なんですけど、日本のコミュニティは結構、適用できている、アダプトできているというか、うまく利用しているなっていうような感じだったので、まあ、お二人も似たような感想なんだなっていうふうなのは、今聞いてて思いましたね。まあ、なんか今、グッズ、まあ、もろもろあれば、人との対面のことも、なんか恋しいっていう部分がありましたけど、まあ、そんな中で、まあ、ここにいる、今日ここにいる3人、我々全員が、実行委員として参加している、ワードキャンプアジアっていうのが、来年あるじゃないですそうなんか。ですよね。そうなんですよねって。たまたま実行委員が集まって、そうなんです。で、このワードキャンプアジア2023は、対面で、現地で、開催するっていう予定じゃないですか。なんですけれども、そうですね。多分聞いてる人でもワードキャンプアジアっていうのは何っていう人もいるかもしれないので、簡単に奈緒さん説明お願いしてもいいですか？ワードキャンプアジアというのはアジア初のフラッグシップイベントというものなんですけども、フラッグシップって何かっていうと、まあ、ワードキャンプ US とか、ワードキャンプ、ヨーロッパ、あとセントロアメリカっていうのが、まあ、1回だけオンラインであったんですけども、そういった感じで広い地域で、オーガナイザーがすでにいるところで集まってやろうということで、まあ、ワードキャンプジャパンみたいなもんですかね。ワードキャンプジャパンの代わりにアジアっていうところで、すでに各地の、オーガナイズ、イベントオーガナイザーをしている人たちとかが集まって、地域の、アジアという地域でやろうということで、実は2020年に、これは、コロナで、初めてキャンセルになった イベントだったんですけども、ワードキャンプだったんですけども、2020年のちょうど2月にですね、開催予定だったのが、まあ、延期を重ねまして、23年の2月にできるんではないかということで、今動いているところです。はい。ありがとうございます。これはどこでやるんでしたっけ？これはタイのバンコクの、アイコンサイアムというホールで予定です。これ、あれですよね、セッションとかは全部英語で開催。そうですね。今回は英語で、タイのスピーカーも英語で、タイ語だけ 通訳がつくんですけども、まあ、皆さんもこう来られる方はこう、今便利な、
なポケット行っていいんだ。とか、なんか、オフラインで、オンラインとかオフラインで、できるものもありますし、まあ、交流とかを求めて、英語を、話す方も話さない方も、こう、世界の、まあ、アジアからじゃなくて、US とかヨーロッパからも、まあ、アメリカ、アフリカからも、各地から、ワードキャンプのユーザー、ワードプレスのユーザー集まりますんで、今まで US とかヨーロッパはちょっと遠いかなっていう方でも、バンコクは確か7時間で直行便が 東京からだったらあるのかな？一番近いフラッグシップイベントかなと思いますんで、チケットがもう今現在売り切れなんですが、ボランティア募集中ですね。フォトグラファーも募集中。このチケットはまだありますし、10月にもしかしたら、もうちょっと余りのチケットはリリースできるかもしれないんで、これを見ていきたいなっていう方は、もう最後のチャンスなので、ぜひ、まあ、ご相談くださいというか、ずっと、フォローして、チケットの空きがないか見ててください。はい。ありがとうございます。はい。対面、あれですね、何で日本も。からすると対面式のワードキャンプっていうのはなんかちょっと久しぶりな感じがしねえ、て、楽しみですね。そうなんですよね。なんかまだワールドキャンプにこの中心になって以来、まあオンラインしか行ったことないんで、多分初のオフラインワールドキャンプに参加、自分もそうなのかなと思うんですけど、それがいきなり、まあ1300人なんで、まあフラグシップとして多くはないんですけれど、まあちょっと今まで経験した中では結構多い感じなので、そうですね。ねえ、そうなんか落ち着いてるといいですが、っていう。な はい。るほど。まあ、ちょっと話は結構飛んじゃうんですけれども、まあ、この今対面式のイベント、まあ、ワードキャンプアジアの話をしてたんですけれども、まあ、ミートアップの話にちょっと移りたいんですけど、ミートアップも徐々に対面で、対面式のミートアップを開催する地域も、復活してきてるじゃないですか。で、そんな中で、ここも、僕ら3人が関わっていることなんですけれども、ミートアップリアクティベーションプロジェクトっていうのを今、2022年10、9月現在やってるじゃないですか。まあ、どちらかというと、まあ、これまでミートアップをなかなか開催できなかった。例えば、どう開催していいかわからないとか、トピックがわからない、または、まあ、オーガナイザー特有の悩みを持っている地域に対して、何かお手伝いできることはないですかっていうお声掛けをしたりとか、してるプロジェクトとしてやっているんですけれども、まあ、まだやっぱりオンラインで開催する方が安全だなって感じるオーガナイザーも中にはいると思うんですけれども、お二人から見て、その各地のオーガナイザー、まあ、現在やってる方もですし、今後やりたい方に向けて、なんていうんですかね、アドバイスというか、こういうのも面白いと思うよとか、何か悩みがあったら、こういうの参考になると思うよみたいな、アドバイスみたいなものとかってありますか？ですね。なんか、まあ私も結構コロナになってから腰が重くなってるというか、そういうところはあって、こう再起動するのって結構大変な気はしているんですよ。やっぱりちょっと、じゃあ、よいしょが必要っていうのかな。ね、なので、なんか、まず軽いものから、すごく軽いものから始めていただくといいんじゃないのかなっていうのが一つと、あと私はこのリアクティベーションの、会議というか これをどうしてするかみたいな会が一回あったんで、説明の会があったんですけど、その時に、あ、なるほどと思ったのは、やっぱコロナがあって、こう、職を失ったりとか、引っ越したりとか、今までと環境がすごい変わった人がいるかもしれなくって、そこの手助けが自分ができるかもしれない。こういうミートアップをすることによって。っていうのは、割と主催として、思っておくと、なんか、ちょっとやる気が出るというか なんか、やらなきゃいけないと思ってやるものじゃないと思うので、コミュニティイベントっていうのは。じゃあ、その時に何のためにやるのかとか、どうしてやるのかみたいな、なんか自分の中のモチベーションの、なんか一つのきっかけに、そういった気持ちとかはならないかなって思ったりしました。なるほど。なおさん、どうですか？そうですね。まあ私もオンラインのイベント自体は結構2000、
2020年の間ですかね、2020年に私が仕事で関わっているのは結構イベントの側だったので、することがあまりなくなって、ワードキャンプのアシスタントとかそういうのをすることがなくなったので、LAN ワードプレスというサイトが立ち上がったんですけども、それでなんか、オンラインワークショップみたいなのをやってくれみたいな感じで、チームの人たちと、受け持ってやってたんですね。で、その中で、まあ、今も LAN ワードプレスのオンラインワークショップっていうのはやってて、日本語版のもあるんですけども、面白いというか、やりやすい形式だなと思ったのは、まあ、動画がすでに、結構、チュートリアルの動画とかありますよね。まあ、英語でもいいと思うんですけど、こう作業のしてるところを見れれば、ちょっと自分でやらなくても、そういった動画が結構世の中に、wordpress.tv もありますし、YouTube とかもあるんですけども、そういうのをみんなで見たりとかしながら、終わった後にやってみようとか、終わった後にこの分かんないことを聞いてみようとか、その形式でやると結構自分がなんかたくさん準備をしなくても、まあ、ネタがあるって大変ですけども、そういったなんかオンラインでも、もちろんブログの記事でもいいんですけども、すでにあるこう何かを教えてくれるコンテンツみたいなのをちょっとお借りして、まあ、借りていいかどうかは 確認次第なんで、まあ、LAN ワードプレスのコンテンツも、wordpress.tv のコンテンツも使いますけども、そういったのを例えば6点、今度、新しいバージョンが出るので、それについて一緒に勉強しようっていうのでも、何かあるネタを 引っ張ってきてやるとか、そんな感じで自分の負担もあまりないもので進めていくのが、まあ、気分的に、こう、いろんなものを準備しなくていいので、やりやすいのかなと思ったり、他の人のを見て思ったりした次第です。はい。なるほど。そうですね。まあ、準備で、こう、疲れてしまうこととかがないように、本当、そうですできるね。範囲のことからやっていくっていうのは大事ですよね。さっきも説明ありましたけど、2人以上集まれば、ミートアップなどで、誰かと、そのワードプレスについてお話をする。で、そこにまた、こう、どんどん仲間が入ってくるっていう、こう、ゆっくりゆっくりでいいから、いきなりなんか、50人ぐらいドーンって人を集めなきゃいけないイベントをやらなきゃいけないとかっていうわけではないので、まあ徐々に徐々に、やっていくのがベストですかね。なるほど。そうですね。ありがとうございます。まあまあ、そういう、じゃあミートアップがどうなれば、どう進めたらいいんじゃないですかっていうお話がありましたけど、最後にお二人から見て、今後、日本のコミュニティってどうなる？どうなってほしいみたいなのとかってなんかありますか？もうやっぱりその17年くらいですか？ 2017年以上か。2003年ぐらいからずっとこう日本のコミュニティの今日は日本のコミュニティの歴史も見てきたし、すごいいろんな歩みがあったと思うんですよね。そんな中でも、まあ、ワードプレス自体も実は来年20周年を迎えるっていう中で、まあ、コミュニティ、ワードプレスがなくならない限りはコミュニティは続くと思うんですけれども、そのコミュニティがどうなるといい、どうなるのかっていう予測と、どうなってほしいっていう願望みたいなのが何かありますか？じゃあ、今回はナオさんかな。そうですね。やっぱり続いてほしいっていうのがまず一つですよね。その、なくなるんじゃなくて、何か、何らかの形で続くのが大事だと思うんで、まあそのためにはやっぱり、私はいつもそのコントリビュートの話とかでも言ってるんですけど、こう自分がやりたいことをやるっていうのが一番だと思うんですね。なんで自分がこれを、学びたいから、他の人と一緒にやってみようとか、やったから教えようとか、なんかこう、自分の、利害につながることを、まあもちろん利用するっていうのではないんですけど、自分の学びとか、自分の楽しみ、他の人に会えるとか、一緒にこれ終わったら、ご飯食べに行こうとか、なんでもいいんですけど、他の、まあ、海外とかのコミュニティの人とかもこの間話してたんですけども、なんか楽しいことがないとやっぱ続かないよねっていうのは人間の差があるじゃないですか。なんで、こう、いやいややるんとかやったりとか義務感じゃなくて、なんか自分がやる理由みたいなのが一番最大限に活かせるもので、まあ、もちろんプロダクトドリブンとかだともちろんはっきりしてますよね。このプロダクトを広めたいっていう利害じゃないですけど、あるので、それは全然いいと思うんで、何かこう自分のモチベーションにつながるものを皆さん見つけてもらって、その範囲でやるのがやっぱり一番長続きするのかなと思うので、あまり人のためっていうよりは自分のために やって、楽しんでもらえれば一番いいのかなと思うので、はい。そんなにこう、こうなってっていうよりは、
それぞれがそうやって楽しんでる中で、こう、コミュニティっていうのがなんかふんわり、全容を持つみたいな感じが理想的なのかなと思っています。はい。ありがとうございます。ぬかがさんはどうですか？そうですね。なんか私もまあ続いていくといいな、楽しく続いていくといいなと思っていて、まあなんかそのためにも新しい人を常に受け入れる気持ちを今いる人たちが持っていられたらいいんじゃないのかな、みたいな。なんかこう、なんだろう、新しいスターじゃなくっても、いろんな多様性をずっと受け入れ続けられる。こう、広い気持ちと楽しくやる、前向きな感じが コミュニティ自体にあるといいな。で、実際まあ、あるから新しい人たちがずっと入ってくれてるなって思うんですね。それはオンラインになっても、そうじゃないかなって思っているので、この感じを忘れずに、みたいな気持ちでいます。なるほど。ありがとうございます。そうですね。確かに続いていくと、まあ、いいですよね。やっぱりこう、長い歴史を歩んできて、今後も、まあ、新しい人を巻き込みつつも、面白く、持続可能なコミュニティとして歩んでいけたらいいな、っていうのは、確かに感じますね。ありがとうございます。そしたら、今後、どうなるといいかな、っていう話も聞けたところで、このセッションは、終わりにしたいと思います。お二人ともお時間ありがとうございます。ありがありがとうごとうざごいざまいしました。た。はい。以上で終わりとなります。ありがとうございます。